皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて、今日はですね、Amazon で購入した商品なんですけども、私の一押しの商品、ご紹介してみたいと思います。それがこちら、じゃん！おー、長いですけども、これは何かっていうと、三脚です。で、三脚なんですけども、まあ私今までね、結構動画でもいろんな三脚をご紹介してきましたが、今回これご紹介するのはですね、今まさに使っているこの三脚、まあカメラでは映ってないんですけども、これをね、予備で購入しました。でね、今までいろんな種類の三脚を使ってきた中で、私がね、一番使いやすくてすごく気に入っていて、もう1年以上ずっと使っている三脚、今回予備で購入したので、これをね、ご紹介してみたいと思います。じゃあ早速ね、箱を開封してみたいと思います。はい、じゃあね、開けてみましょう。これがね、またいい三脚でね、本当にね、使いやすくてね、気に入っているんで、もう一本予備で購入したという感じなんですけども、はい、開けてみますね。じゃーん。これちゃんとね、こういうね、専用のね、ケースもついてきます。箱の中はこれだけですかね。このケースの中にね、いくつかね、入っていると思うんですけども、こんなね、入れ物がちゃんと入ってきますよ。なかなかいいです。ね。じゃあ早速開けてみますね。ここからかな。はい。まあね、全く同じ三脚なんですけども、本当に使いやすくて気に入ってるんですよ。なので、これはね、第二スタジオ用にしようかと思うんですけどもね。はい。中身が出てきました。はい。これがね、袋です。はい。そして、この中に本体が入っているんですよね。はい。開けてみますね。はい。出ました。これがまず本体ですね。本体と、あとこっちの袋の中に、出ないかな。はい、出ました。こんな感じかな。これ取扱説明書的なものですね。あと、これがね、スマホホルダーの部分ですね。それと、これが、リモコンがこれついてくるんですよ。なので、それを充電する用の、USB、マイクロ USB ケーブルになります。でね、これ普通の三脚としてもちろん使えるんですけども、このね、スマホホルダーもね、セットで、ちゃんと来て、ついてくるので、これがまたいいところなんですよね。おっとっとっと、いいところなんですよね。じゃあ早速本体見てみましょう。本体、こちらですね。こんな感じのデザインです。これ今収納されているタイプ、形なんですけども、なんだあれ、あ、これリモコンのところにストラップがついたんだ。私が前買った時、これリモコンここについてるんですよ。写真のシャッターを押す時とかのリモコン。それにね、こんなストラップは前ついてなかったね。なんかリニューアルしたのかな。ね。いいですね。で、これ広げてみましょうか。ね。ここを、こんな風にね。伸ばせます。ここ、ちゃんと雲台がついてますからね。で、まあ、これ固定してね、こんな感じです。で、あとはね、これはもう、普通の三脚とよくあるような感じなんですけども、ここ、くるっと回して、こうやってね、伸ばすタイプですね。こう、もう一回伸びますね。で、あとの2箇所も、一気にやっちゃおうか。こうして、はい。固定、固定。そして、伸ばして、はい。固定、固定と、こんな風になります。あとでちょっと全体をお見せしますね。で、あと、先端の部分が、ここだね。ここまで伸びますね。で、ここで固定ですね。こんな感じのね、三脚になります。で、さっきね、オプションでついてきたスマホホルダー、これですね。今、手元に、はい、iPhone5S 今持ってきました。で、このスマホホルダーは、こういうのって、こういうバネでね、伸びるタイプもありますが、この三脚についているのは、このネジでね、こうやって伸ばすタイプのやつになります。なので、少しね、ある程度これ伸ばして、スマホをね、こんな風に固定して、もう一回ネジで締めると。こういうやり方になりますね。こんな感じです。ね。で、あとはこれをね、この先端のこの雲台の部分の、ここにね、三脚のここのネジがあるので、ここに設置して固定をするというだけですね。もちろん普通のデジカメとかもここにね、設置できますからね。じゃあせっかくなのでね、この三脚、ちょっと全体をね、アングル変えてお見せしたいと思います。
はい、というわけで、今ご紹介しているこの三脚、今目の前に置いてみました。三脚で三脚を取っているという今状態ですけどもね、今ねこれは一番あの低い状態でもないんですけども、最大限伸ばすとそうですね1メーター20〜30センチぐらいまではね高さがあると思います。で、せっかくなのでね先ほどねご紹介したこのスマホホルダーもねちょっと取り付けてみたいと思います。デジカメでね撮影する場合はもうこのまま直接ここの、三脚穴に取り付ければいいんですけども、このスマホのねホルダーのアタッチメントがありますので、これをねこうやって固定して、はい、あとはお手持ちのスマートフォンをここに挟むだけで、これは、バネじゃなくてこのネジでね回して挟むタイプです。こんな感じでね、はい、これで固定ができました、まあ、あとはねこの手元のこの部分のねこれをこう角度をねこれ変えたりとかももちろん簡単にできます。でこの三脚とっても軽いのでね 500g ぐらいかな重さは多分、うん、なのでねとても私この三脚おすすめですというわけでね今日は私がいつも使っている、超お気に入りの三脚、予備でねもう一本購入したので今日はこちらをご紹介させていただきました。動画撮影だけじゃなくてねもちろん写真撮影にもいいですからね、ぜひぜひ参考になれば幸いです。はい、というわけでね今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。